さあ、有吉弘行サンデーナイトドリーマー、私が有吉弘行でございます。12月1日、12月に入りまして、今年ももう最後ラストの月ということでございます。どうぞよろしくお願いいたします。ちょっと先週番組が終わるんじゃないかという風説のルフがありましてちょっとまあ結局デマだったんですけどもね、無事辻くんも戻ってまいりまして、番組終了ショックもなんとか切り抜けたところでございます。アシスタント、お前またお前か。またお前かでは安田でございます。よろしくお願いします。安田でございます。安田さんですね。よろしくお願いいたします。はい。早いもんでね、12月ですけど。そうですね、本当。なんかいや本当にもうこんな会話ばっかりしてるけど、うん、年取ると早いね。早いですよね。なんでですかね、俺小学生の時なんてもう1年、うん、鬼のように長かったでしょ、うん、6年間なんてマジで懲役20年ぐらい食らったぐらいの長さだと思ってましたけどね。はい、今はもう1年早い、6年小学校の6年なんてもうすぐでしょ、うんうん、もう懲役6年クソくらいぐらいの、もう懲役6年で済むんならもうやりますよ俺何でもみたいな感じですよ。今もうね本当にね、そうですよね、6年なんてあっという間ですから、やりますよ組長、俺何でもやりますよっていう感じですけどね。あまあそれやらない方がいいですけどね。はい、あでも本当にそういう思ったんだけど、泣かすまああっという間にね月日経つんだけど、うん、それにしても中曽根さんの101歳長いね。いやいやまあ大往生ですよね。すごいね。すごいですよ。なんか政治家でさ結構激務で激しい仕事しながら、はい、大変でしょこんな仕事。だと思います。精神的にも体力的にも、うん、こんな仕事してまあ最終的にはまあ隠居してたとはいえ、うん、101歳ですってよ。そうですよね。したら俺らみたいな結構なんかそんな激務じゃない仕事してる人間と俺何歳まで生きるの俺ら。わかんない。どうなんだろうね。もうどん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 伸びてはいますからね。伸びて、もう人生100年時代って言われてるから。そうそうそう。ちょっと勘弁してほしいね、100年はさすがに。そう。生きたい。まあ子供いるからね。ああ、まあそうですね。はい。いやでもそれにしても101歳です。大病しなかったのかね、でかい病気はね。どうなんでしょうね。大体脳か心臓か、まあ、癌かで死ぬわけだけど。そうそうそう。最終的になんか、普通に老衰でしょ？老衰ですね。病気じゃないんだろうね、すごい。これ何食ってたんだろうね。結構評判なのだって中曽根康弘の食べてたご飯とか、はいはいはい、本出したらまた売れるよね。ああ、面白そう。いるもんね、フジテレビのお孫さんね。うん、いますいます。あの人本いっぱい書くんじゃない？ふたがさん。ね、いっぱい書くんじゃない？いいね。いいね。羨ましいよ。確かにね。羨ましいよっていうのも。羨ましいかどうかわかんないけど。そうなんだ。いや、でもそういう人、我々凡人にとってはもう早いですよ。もう年末ですから。うん、あっという間に終わりますよ。そうですよ。12月もぼやぼやしてたら。うん、今年も1年ぼやぼやしてたな、お前。いやいや。しかし。まあ、お前、まあ、ぼやぼやしてないですよ。結構大変ですよ、子育てとか。あ、そう？はい。楽しい？いやー、楽しいや、楽しい。楽しい超えて辛い方になってきてる。いや、あのね、しんどい部分はあるんですけど、うん、やっぱりね、楽しいのもあるんですよね。楽しい？うん、この間ね、10に1でしょ。10回に1回でしょ、楽しいの。いや、でもその1がでかいのよ。あ、そう。本当に。だって、へへって笑うぐらいでしょ？だってご褒美が。いや、そんなこと、そんな笑い方しませんから。人生ゲームで言うと、もうずっとしゃ、はい、交通事故、病気、はい、家が火事、犬に噛まれる、株が大暴落、子供が笑顔、ぐらいでしょ？いや、そんなことで。ぐらいじゃないの？そんなことない。その子供の笑顔がでかいってこと？いや、この間ね、ディズニーランド連れて行ったらね、めちゃめちゃ嬉しそうなのよ。するよ、それは誰でもバカ。いや、誰でもバカじゃないで。違う、今まで連れてった奴の中で、うん、ね、うん、一番嬉しそうだったのよ。うん、これだったら。これが嬉しい。だから子供の笑顔でしょ？だからそれ。笑顔だけど、その笑顔の。交通事故、放火に遭う。いや、ないんだよ、それ。蛇に噛まれる。まずねえんだよ、それが。小銭を落とす。まずそれがねえんだよ。子供が喜ぶ。いや、俺でいい、無理だな。いや、その人生ゲーム。火事とかねえんだって。その人生ゲームじゃねえんだよ。そんなゲームじゃねえよ。So much stress. Now a variety program. どうも
こんばんは、大田原の真珠、広島方怪談師軍事録者有吉弘行です。東京半蔵門 JFN スタジオから生放送、サンデーナイトドリーマー、アシスタントこちらデンジャラス安田です。よろしくお願いします。上島さん、あのダチョウ倶楽部さんの舞台が無事終わりまして、千秋楽まで、はい、終えたみたいで、西堀を呼び出しまして、はい、懲役どうだったということで、あの約2週間のあの舞台の感じの感想を聞いてきたんですけども、はい、初日まあ大滑りして不安のまま、はい、私のやっぱり初日、はい、初日キラーとしては初日見て大滑りの現場を見たんですけど、はい、どん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 修正を重ねて、千秋楽までにはもう中日ぐらいまでにはしっかり笑いが取れる状態でしたということで。へー、すごい単純なことだったって言ってましたね。あ、そう、声大きくする。そうだったんだ。なんかね、やっぱ初日のね、一発も細川隆さんと絡んだりするときね、細川さんが変なアドリブとか言ってセリフ覚えてきてないから変なアドリブとか言うじゃない、それに対してまごまごしちゃったりとかして萎縮して声小さくなってたんだけど、やっぱりもうね、営業だと思ってね、もうお客さんに、ね、いやーって言ったらね、ぐわっと盛り上がってきたんですよ。そうだった。やっぱそういう単純なことだなと思って、いやだからすごいね、そんだけのことなんだけど、それを見つけるのが大変なんだよ、お笑いの仕事だとか舞台とか生ものはね。まあ、そうでしょうね。ああ、確かに。だから私もなるべく元気にやってみようかなって思ってまーす。急に急にそうだったな。いや、いいと思いますよ。いい、でも全然。そんなもういいと、元気が一番ですから。元気が一番、はい、一番ですから、はい、ね、本当にね、さあ有吉弘行さん、滑舌はめちゃくちゃでもいいんだよ。めちゃくちゃでもいい、うん、元気があれば、はい、はい、鯖吉滝地の、いや違う、全然違う人だった。全然違う人だったから。鯖吉滝地の違う違う木曜ナイト、今夜も最後までお付き合いください。違う番組になっちゃう。スレイナイトドリーマー Live on air。 Say night Dreamer Live on air。 Sunday night Dreamer。さあ、東京半蔵門 JFN スタジオから生放送、有吉弘行サンデーナイトドリーマーです。はい、今夜のアシスタントはデンジラスの安田です。生放送メール送ってください。11月29日にミシュランガイド東京2020が発売になりまして、うん、星付きの飲食店は226件、うん、今年も東京が世界一星のついたレストランが多い都市に選ばれたということでございます。そういうことにちなんで今夜のテーマこちら、美味しい食べ物の話。あなたが食べたことのあるめちゃめちゃ美味しいご飯の話、全国各地の郷土料理、まあお酒でもいいですかね、具体的なお店分かる場合を教えてください。カップ麺とかでもいいですよ。缶詰が美味しいね、ほうれん草の煮汁ね、美味しい。それは美味しくないですね。ほうれん草の煮汁美味しい店あるんですよ。ありませんよ、そんなのね。捨てるもんですからね、まずね。どこ行ってんですか、ほうれん草の煮汁。いや、じゃあ行ってないんですか。行きつけあるんですか。ないんですよ。もう捨てるもんですから、それゴミですからね。それ、だから昔で言うホルモンですよね。ホルモンって言ってた、ホルモンをちゃんとあの調理して食べるようになったみたいなもんで、昔はまあ捨てるもんだったけど、ね、はい、まあ、昔はね、安田さんみたいな人のために今ね、ほうれん草の煮汁、いや、それは開発できたらね、結構美味しい店もあるみたいですけど、ね、ないですけどね。はい、有吉弘行サンデーナイトドリーマーのホームページにあるメールフォームから送ってください。ネットで有吉 JFN と検索すれば大体一番上に出てきます。結構三つ星の店は東京だと11軒。うーん、俺やっぱりほら渡部さんとつるんでるからさ、はあ、何軒行ったことあるかな。あります？見たらね、はあ、4軒行った。すげえなー、全部渡部さん。嘘、自力じゃないんだ。でも渡部なんだ。渡部さん、あと、まあ、あれだね、なんかロケで行ったとか、はあ、はい、あるね。え、でもそのミシュランに星付くような店ってロケとかもさせてくれなかったりしないんですか。あ、まあなんかそうだろうけどね、なんかたまたまみたいなあるね、なんかそれありますね。あ、そうなんですか。11件中4件ぐらいってことはすごいね。うわ、それすごいわ。これは俺はもう言ってもいいね、貝原雄山と。いや、あの貝原雄山言ってもいいと思いますよ。もうそんな美食家っ
ていう。黙れ貧乏時代もうやめてください。もうならないでください。もうならないでください。さんだから。もう気分が悪いんでやめてください。なんでよ。いや、なってもいいなと思ったんですけど。なってもいいって言ったから。いや、なってもいいと思ったんですけど、第一声がそれとは思わなかったんで。で、だったらやめてください。貧乏な口臭がするな。やめてください、もう。それ以上は。クレバのユーザーはやめてください。すいません。本当に。はい、私、ありをしていきます。そうですね。お願いしたいと思います。あと、だって、今まではずっと十何年入ってたけど、うん、俺、渡部さんがよく言うように、渡部さんに俺いつも文句言うけど、うん、普通に一般の人が予約取れない店なんてダメだってよく言うんだけど、うんうんうん、そういう、あれでは、すき家橋二郎本店と寿司サイトは、うん、そういう理由、予約が、困難っていうことから三つ星は外れましたけど。あ、そうなの。この寿司サイトも行ったことありますから、渡部さんと。へえ、寿司サイト聞きますね、うん、これはもう貝原雄三って言ってもいいんじゃないですかね。いや、だからそういう意味では言ってもいいと思うんですけどね。おいおい俺もパス出したぜ一応。俺だって出すぞ。いや、待ってんだもん。いや、待ってるよ、それ。そっぽ向いて待ってたろ。どう、くださいよ。ゆで汁家族うるせえんだよ、だから。いいよ。そんなの。あんまりゆで汁ばっかり持って帰るなよ、ただだと思って。みんなで分けろ、町の人間どもで。お前にも言うけど。おい。おい、スタッフにエコーかけなくていいからね。こんなんで。町の人間どもでわしの茹で汁を分けるがいい。この茹で汁人間ども。お前茹でてんじゃねえか、お前が。ただだからと思って勝手に持ち帰るなよ。お前が茹でてる。一律100円でも取るかな。取れよ、払わねえよ、そんなもん。貝原ユーザーでございます。貝原ユーザーそんなこと言わないよ。どうなんだろうね、ゲスラーの皆さん。いやー、ないでしょ、俺、僕ないですよ。ない？一つ星もないです。上島さん連れてってもらってない。上島さんはだってあれですもん、大衆酒場しか連れてくれないですから。家の前のバーしか行かないから。まあ家の、最近は家の前のバー。家の前のバーが三つ星バーになればいいんだろう。まあそうなんでしょうけどね。大体ケチつけて、あれしますから、ね。まあ、遠出すんのが嫌だからな、ね。いや、だって。あとね、これお知らせしていきましょう。年末恒例でございますから。はい。今年も恒例のキャラ祭りを行います、うん、サンドリキャラクター祭り2019でございます。はい、今年ですね、この番組に登場していろんなキャラクター、有吉さんが演じたりですね、有吉さんに憑依したキャラクターの中であなたが好きなキャラを教えてください、番組制作の都合で本当に申し訳ないのですが、素材作りのために何月何日放送で何時何分頃のどのコーナーに出現したか、キャラなのかというのを詳しく書いていただけると助かります。締め切りは12月15日のお昼でご協力お願いします。早めに送っていただけると助かりますとのことです。なるほど、はい、ということでございます。もう年末の空気がねしてまいりました。12月は5回ありますからね、結構ね。何やるんですかね、何にも、うん、総選挙はでもなくなったって聞きましたね。総選挙の代わりに何かやるんでしょうし。ああ、なるほど。まあ音楽祭は例年だとやってましたけどね。あ、音楽祭、音楽祭ね。音楽祭って何。音楽祭、音楽祭の時にみんながうーん、どうしたらいいだろうってみんななってるんですよね。なんかね、割と音楽祭になるとみんながなんか頭抱えてる。ああ、そうなんですよ。意味は分かんないけど楽しい会なんです、ね、そうなんですよね。あと何、うん、それで2回だからね。あと3回、まああと4回ぐらい何やるのか全然知らない。何かやんの、そういうこと。別に決めてない。ああ、そうだ。ビッグゲストも来る気配もないし。ああ、そうなんですか。ビッグゲストゲスト呼んだよ、誰か。ああ、でも大体、あれでしょ、島田とかでしょ。いや、そんな嫌だよ、島田なんて。もうね、景気あるよ、年末なんか。あんなインチキ人間呼んだ。ああ、そうですか。うん、あんなのはもう日八だよ。一番景気が悪い2月か8月に呼ばれたあんな貧乏神だから。まあ、なんかやるんでしょう。うん。まあ、通常会でもいいですけどね、別にね。別にもう皆さんの手間かけないようにやるっていうのが秘訣です。なるほど。10年やらせてもらわなきゃいけないから、なるべく皆さんに本当に負担にならないように、ご苦労かけずに。ご苦労かけずにやらせていただくと、ただそれだけなるほど。しかしあれだね、本当に、覚醒剤やるやつがバンバン出てくるけど。ああ、そうですね。なんかやっぱり、
今年はいいことなかったね、芸能界的にはね。まあ日本全体的にも景気悪いから、うん、あんまり明るい年じゃなかったかもしれないけど、うん、まあ芸能界的にはちょっといろいろ吉本の問題から始まって、すごいっすよ ね。で最終的にこのもう年末最後の方になって覚醒剤で、うん、やっぱこれだけ覚醒剤が出てくるとやっぱり我々もちょっと集まりね、仕事前にちょっと集まって雑談とかしてると、うん、あいつが怪しいこいつが怪しいって話ばっかりになってしまいますけど、あ、そうなんですか？言っても俺が言ってんだから言ってんのこいつ怪しいんじゃねえかって、勝手に勝手に言ってます。やめた方がいいんじゃないそんなこと言うのいやなかなかほらね、うん、どうかなと思って、ほら沢尻エリカが捕まってさ、その彼氏が捕まってさ、あとなんか小峰玲奈、はいはい、とかあの辺とか捕まってさ、はい、ああやって捕まるとやっぱほらその友達とかが怪しいとか言われるじゃない、まず最初に、うん、周りの人が彼氏がダメだとかさ、奥さんがダメだとか言われてさ、うん、それでそっから徐々に広がっていくとさ、やっぱり結局ね、うん、我々もその捜査対象に入ってきてんのかね。いやーどうなんですか ね、 ね、お笑いの人ってあんまりやらないとか言うじゃない。言います、まあ、田代さん、まあ、ミュージシャンと撮るかお笑いと撮るか微妙なところだけど、もともとの根っこはまあミュージシャンだから、はい、あれだったけど、お笑いでしっかりっていうのはね、大昔で言うと戦前とかになるとヒロポン、ヒロポンやってたっていう芸人なんか結構いたらしいけどね。もう杉平介師匠が、杉平介師匠、そうね、肥後さんの師匠のね、師匠がそうですからね。ヒロポンっていうのはあれなんだろうね、あれ何なんだろうね。あれもだからいわゆる覚醒剤だと思いますよ。覚醒剤ね、うん、なんかよく飲む覚醒剤でしょあれだから、いわゆるですかね。で注射、注射ですね。あ、ヒロポンか。そう、確かそうですよ。あれやってる人はいたっていうけどね、うん、なんかそういうの以降はなかなか出てこないけど、うん、いや、まあ、いやでもこのご時世になったら出てくんじゃないかなと思ってね、さすがに。あ、そう、うん、あら、ちょっと予言がな、当たるからなこの人。いや、なんかほらだってほら、あれじゃない、クラブなんか行ったらほら蔓延してるっていうじゃない、ほらクラブのこと悪く言うのもかわいそうだけどさ、うん、あ、まあ実際にそういうところで結構よく出てるわけじゃない。まあそうですよね。だからああいうところに行く人って、まあ俺らはもうおじさんになっちゃったからあれだけどさ、若い人とかだったら別に普通に行ってなんとなくね、身近にあるっていう可能性あるよね。そうか、クラブ行くか、若い人だったら。若い人は行くでしょ。ああ、そう。若い人で、まあでもおじさんでも派手好きな人は行くでしょ。ああ、そう、うん、行ってない、行ってない顔してるな、お前いいよ、金もねえだろし何も言ってないんですよ、行ってないけど。そうだよ、俺、やめろよ。でも何でもあれダメだよ、天敵みたいな思うまずやってないから、それを、うん、ほうれん草のゆで汁もやってないから俺は。言うのよ、そうやってみんなやってないって言うの。いやいや、取り調べかよどうすんだ、まあ、もう一人二人出てくるんじゃないの。あ、そう、いやー全然わかんないです。ただほらね、週刊誌とかではなんかあともう一人二人いるとか、ね、うん、とかね、いうあれはありますけど、ね、うん、そうするとやっぱなんかほらやっぱり入ってくるじゃない、あの人怪しくないとかさ、うん、いや俺はあいつが怪しいなと思うよ話するじゃない、 いや、わかんない、そうするとさ、うん、やっぱ聞いてるとさ、やっぱ納得するね、うん、でもね、みんなそれぞれの情報がそう、それぞれのやっぱり情報源からそれぞれのネタ元からさ情報もらってきてさ、うん、情報持ち寄ってみんなで答え合わせするんだけどさ、うん、やっぱりみんな説得力あるねなかなか芸人っていうのは達者なもんで、みんな説得力持って話してるそうするとあいつは怪しい、いやそうだわ絶対あいつだわとか、あ、それはね 100% そうだわとかそのぐらい固まってる感じ、固まってくるからね。あ、そう、どうなんだろうね、誰なんだろう。いや、もうこうなってきたらもう芋づる式にもうすっきりさせてもいいけどね、本当に。もう全員ね。あ、そう、全員一発、そうか、うん、これだけ出てきたらっていう。ゆで汁はどうなの、あと誰がいんの。ブーマーの伊勢さんぐらいか、ブーマーの川田さんとブーマー2人とまずいないんだよ。んブーマーの名前出されるのも嫌だし、ブーマーの川田さんとブーマーの名前を出されるのも嫌だし、まずゆで汁やってないから俺。
デジルを西尾抜群の西尾さんといいよボキャブラばっかり抜群の西尾さんだってグッと痩せたもんねあれやっぱりほうれん草のゆで汁だよ違う病気だよあれはいやだからもう本当にもう今やってる人震えてるよねいや震えてんのかねその震え止めるためにやったりするのかよわかんないわかんないねわかんないねどうなんだろうやったことないから俺らでいうところの酒かなでも俺ら震えるから怖いからって酒飲まないもんねそうだね飲まない ねそうなるとまたアルコールの方のあれだもんねそうだね依存症の方になっちゃうからいやでもちょっとやっぱどっか封筒かなんかにか何人か俺の怪しいと思う人書いといて誰か山川か誰かに預けとこうかなで1年後にこれ開いてくれっつってスネイナイツドリーマーライブオンエアさあということで、メールもいろいろもらってますけどね、はい、ラジオネーム熱海のたこ焼きマントマンおやすだ安田さんねお前のガキな今まで娯楽を一切与えられず過ごしてきたからディズニーランド行ったら心臓から心臓が口から飛び出てなかったかそんなことないんだよしょっちゅうではないけど連れてってますからインド人街ばっかりのレードがいやそんなことないですよ別にお父さんどっか行こうおうインド人街行くかいやインド人街じゃないんでそれ外出たらインド人街じゃねえけどラジオネームあらかじめ語られるローマ人、はい、安田さんねほうれん草の煮汁よりなウインナーの煮汁の方がうまいぞ安田に金ができたらウインナー買いないや買ってますしウインナー煮汁はもうウインナーの煮汁が美味しいことなんて分かってるよなだってそれはカツオの煮汁が美味しいのは分かってるだけど高いから買えないっつってでウインナーじゃあまあちょっと栄養偏っちゃうだろたまにしか食べないほうれん草はポパイのイメージがあるからもう万能食だと思ってんだもんなてめえなで万能食食べつつ茹で汁があるから一石二鳥だつとほうれん草の煮汁飲んでるわけだからウインナーの煮汁はもうダメだよ知ってはいるよなあのさいっぱい言ったから短く言うは違います短く違います全部違います、はい、シンプルに言います悪口シャワーもういっぱい浴びちゃったから悪口シャワー悪口シャワーってなんだよライスシャワーね食べ物の話今日聞いてますよ、はい、美味しい食べ物よ美味しい食べ物美味しい食べ物ですほうれん草の煮汁の話なんて二度としないでくれやめてくださいもうしつこいラジオネームカンパシ太郎 FM 岡山、はい、僕は近所にレモンラーメンを売っている店がありネタだと思い食べに行ったんですが、うん、さっぱりしてとても美味しかった岡山に来た際はぜひお越しください、うん、レモンラーメンなんて今時もう定番の味だぜあそう、うん、夏のすだちそばとね夏場レモンラーメンレモンびっちり引いたやつね、うん、塩味にレモンラーメンレモン入れたやつこれ岡山にしかありません見つけましたみたいに言ってるけどこれもう定番中の定番ですよそんな言い方ないだろうそんな言い方は食べれますから東京でもいや僕は知りませんでしたよ食べれますよ東京でも僕はそんな知りませんでしたラジオネーム AS 栃木自分の実家は神戸なんですが生意気だろなんでだよたまに実家に帰ると母親が神戸牛のすき焼きを作ってくれます高級なお店がよくやる肉を1枚ずつ焼いていくやり方で作ってくれますが卵もいいのを使っていて最高に美味しいです年末年始に実家に帰るのが今から楽しみです実家帰んねえとそんなもんも食えねえのかよ食いたいなと思った時自分家の鍋でやってみりゃいいだろお前鉄板温めて牛脂引いて醤油と砂糖かけて食うんだろそんなもん自分でできれるかそんなもんお前一番簡単な料理だよいやちょっと有吉さん母親がやんなくてもできる料理の1位なんですき焼きなんて有吉さん落ち着いて、はい、募集してますから募集しててすいません送られてきてあすいませんまさかそんな罵声を浴びられるとはすいませんでした思いませんですよそれは送ってる側もラジオネームイーグルはい FM 福岡はい福岡には煮込みというもつ焼き専門店があります、うん、ピンポン玉サイズのブリッブリッの真っ白なもつを焼いて、うん、鉄板ごと運んできてくれて、うん、ポン酢か塩で食べますメニューはめちゃめちゃ少ない店ですがこれだけが食べたくてちょくちょく足を運んでしまいます、うん
まあいいんじゃない。これいいのか。まあこう B 級、 B 級グルメがお似合いだよ。お似合いってことね。いやうまそうじゃないですか。うまいの聞いてたら全然。あんまりおじさんに内臓とか勧めない方がいいよね。尿酸値上がったりするから、まあ、そうなんですけど、ね、曲いって。はい、じゃあ行きましょう、トワイスで、フェイクトゥルー。週刊サンデーナイトドリーマー、東京半蔵門 JFN スタジオから生放送でお送りをしております。はい、今夜のアシスタントはデンジャラス安田です。続いてはこの1週間のニュースを有吉さんにスッキリさせてもらいます。ではニュースに参りましょう。まずはこのニュースから。10代女子のトレンドランキング、流行った言葉1位はピエン。10代の女子、はい、ギャルじゃなくてみたいです。ああそうなんだ。2019年ティーンが選ぶトレンドランキング発表され、うん、流行った言葉では、悲しい時や嬉しい時、感極まって泣いてしまいそうな時に使われるピエンが1位となりました。幼稚だね。ピエンだって、というピエンってことでしょ。ということ、これが流行ってんだね。みたいですね。そんなに悲しいか。頑張れよ。あ、まあそうですね、悲しかったらね、うん、はい。あとだから何、湧いたが2位だって。はい、テンションが上がって興奮している、湧いた、うん、3位がレベチ、はい、レベルが違うと、まあ今更なんだね。うん、レベチ、うん、俺はレベル生き地だね、使うな。生き地とは、うん、生き地、生きてる人間の血だよ。それは訳してない感じがするんですけど。あとは丸々しか勝たん、うん、丸々しか勝たんっていうのが4位だって。へえ、丸々しか勝たない、うん、丸々が最高、うん、へえ、有吉しか勝たんっていうこと。まあそうなんですか、有吉が最高とかいうのが有吉しか勝たんってことなんじゃないですか。安田のおじさん、いやじゃあ勝たんのあれだから。有吉の違う、じゃあ安田のおじさんだと、なんギャル流行ってないから。5位は、はあ、ベビタッピ。ベビタッピね。ベビタッピというタピオカ屋さんの店員さんが、うん、ベビタッピという掛け声とともにタピオカにストローを刺す動画が TikTok で拡散され話題なんだって。そうなんだね、全然知らないね。全然知らないですね。ベビタピーだって、ベビタピーだって。その言い方もはい、喜んでーみたいなもんね。我々のところで言うね。そうですね、うん、はい、まあ確か俺らもよく言ったもんね、はい喜んでーって言っちゃうもんね。まあやる気じゃないね、やつ、はい、ベビタピーって言って、レビタピーなのかな。いやだからその言い方も分かんないですよ、ね、タチヒロシっぽい方からベビタピー。それともそんなことないでしょ。柴田恭平の方からベビタピー。そんなどっちそんなおじさんでもじゃない、どっちでもないんじゃない、ベビタピー。どっちだ、どっちの言い方か。もっと危ないデカで言うと、どっち危ないデカでじゃ言わない方がいいじゃないですか。危ないデカでは言わない方が多分、うん、あそう、はい、第6位スターティン、はい、芸あのお笑いのリンゴちゃんがモノマネをする前に使う、はい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 、スターティーンっていうミュージックスターティーン、うん、はい、リンゴちゃんとでもあれだね、あのアッコさんのモノマネするんだよ、シャチホコか、シャチホコ、ミスターシャチホコがこよくがモノマネではあの2人が頑張りましたか。そうですね、私、はい、あとは3150、うん、3150と書いて最高だって、うん、こんなん俺らの072みたいなもんじゃんね。 072?1919 とかさ、1919オナニーとか行く、あはは、まあまあ、そういう遊びじゃんね。まあまあそうですね、4649よろしくのやつですね。564殺し。いや知らねえわそれ。そんな物騒なの。いやこうまあそうやな、みんな大体一緒ね。あとは今日8位が今日のハイライト、9位が、ハッシュタグ397、うん、サンキューなで感謝の気持ちを伝えるとき、サンキューな、うん、このポケベルみたいなもんだね、みたいなもんですね、これはね。これだからまさに072じゃんね、俺らで言うオナニーじゃんね。まあそうですね、そういう072な。え今
今日の夜072な。そんな使い方します？そうする。それを宣言してからします。安田さん今日何やってんの？072だよ。ああそうかそう、072か。いやあんまり人に言わないもんでしょ。じゃあまあ頑張って1919な。行く行くって。いやそんないい会話しないでしょ。そんな会話は。10位ポンポンポン、はい、イグジットが挨拶でネタの時に、ね、うん、まあこれちょっと渡辺直美ちゃんとかはもうずっと前からね、前から、はい、いろいろ言ってました。まあ若い人たちのこの感じですか、うん、まあいいんじゃないですか、若い人たちがこうやってね、まあ、あの言葉使って喋ってくれてるだけでありがたいですよ。そうね、何そ、若い人たちどうぞ言葉を失わないでください。Slay Night Dreamer Live on air。Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.com/dreamer Slay Night Dreamer。引き続き072でございます。072でニュースでしょ。すいません。072じゃないですね。ニュースでございます。こちらです。2019年の子供の名前ランキング。2019年の子供の名前ランキングが発表されました。男の子は2年連続でレンガ、うん、女の子は5年ぶりにリンガ、それぞれ1位。レンガとリンガ。で、テンガ。違いますよ。ガはつなぎのやつ。レン君とリンちゃんがそれぞれ1位になりました。平成元年にトップ10だった名前は令和元年。男女差別じゃない、君とちゃんって。いや、まあまず、どっちも君、まあ、分かりやすく言っただけですから。うん、はい。どっちも君でいいんじゃあ、レン君と、リン君、うん、なんかおかしくないですか。いや、今からうるさい世の中になるよ。はいはい、あ、女の子だから、ちゃんですか。え、それおかしくないですか。男の子は組んで、女の子ちゃん、さん、おかしくないですか。わかりやすく優秀でも増えてくるよ、今、今後はね。だから気をつけてもいいよ。はい、じゃあわかりましたよ。じゃあ、な、安田。組んつけねえじゃん。つけろよ、君。まあ、3だけどね。平成元年トップ10だった名前は、令和元年で10位以内に入らず、うん、名付けの傾向は30年間で大きく変わったようです。まあ、そういうもんだろうね。まあ、多分に、まあ、流行ってるね、うん、人気者の名前とか、うん、まあ、漫画とかの影響はでかいでしょうね。うん、漫画だ、ドラマだ、映画だ、で使われてた名前っていうのは、多いでしょうね、うん、まあ今だから男の子だとレン、ハルト、アラタ、ミナト、アオイ、リツだって、うん、なんかほらありそうじゃないね、漫画とかありそうね、主人公の名前っぽいもんね、うん、女の子はリン、ヒマリ、ユア、アン、ツムギだってありそう、まあ、漫画とかに出ててもあ主人公だな、ヒロインだなっていう感じの名前ばっかりだもんね、やっぱり、はい、そうね、タゴ作とかないもんね。ないですね、タゴは、ね、完全に脇役だなっていう名前やっぱ入ってこないもんね。ヒデコとかさ、もう今やもうね。そうですね、確かに。平成の時は翔太、拓也、健太、翔、達也だって、うん、ちょっとなんかありそう、スポーツ漫画でこういう名前多かったよ、やっぱり。そうです。女の子は愛、綾、美穂、鳴海、沙織だって、うん、ああ、だからまたこれで変わってくるだろうね、今後はね、またね、うん、どういう感じの名前になってくるんだろうね、うん、腐れコオロギとかそんなもあるからね。どういう名前が出てくるか、ないんじゃないですか。腐れコオロギとかさ、腐れコオロギ、うん、腐れコオロギはないと思いますけどね。漫画が流行んないでしょ、だって。いやでも、おい腐れコオロギっつって、いやでも誰かがそういう主人公を務めてさ、すごいかっこいい役だったらどうだって。いやまあそうですけど、その内容どんな内容なんだろうな。皮膚めくれ、皮膚めくれ、皮膚めくれって、皮膚めくれくんって、うん、皮膚めくれはいいですよ。なんか外国でも通用しますよみたいな。外国でも通用する、皮膚めくれ。昔マキクロードさんがね、俺らの時のあれ新鮮だったね、クロードなんて言ってたけど、いや外国でも通用する名前ですよ、クロード。そうかそうかね。で、蔵人と書いてクロードくん、いい名前だなって憧れたりしました。確かにそう。でも皮膚めくれは使えますかね。いや女の子とかでもあるでしょ、別に。なんかなんかいろいろあるんじゃない、めくれ割れ、めくれ割れ、めくれ割れめちゃう。いやもうダメでしょ、めくれ割れめちゃうダメでしょ。もうダメですよ。なんで
わかんないですよ。いや、ダメですって。いや、広瀬すず主演でさ、あの、また朝ドラでも始まってさ、うん、主演の子が主演の子が、割れ。名前が、うん、割れめくれちゃん。割れめくれちゃん割れめくれ。いや、割れめくれちゃんもうダメだと思いますよ。割れめくれクリデカです。今日からリハウスしてきました。割れめくれクリデカです。よろしくお願いします。まあ、その前に割れめくれが名字だったのかいっていうね。俺はすっかり下の名前だと思ってたんですけど。下の名前？下の名前だと思ってたんですよ。どっちの下？名字だって、そういうことじゃなくて。名字何回っていうのがね、ありますけど。はい。安田さんのところはだからね、もうまだもうちょっとしたら言わない方がいいかもしれないけどね、カブト君っていう。なんでですか？お名前ですけど、入ってこないね、ここにはね。いやー、なかなかね。もう一人できたらどう？名前、女の子だとしたら。いや、だからうちはだから結局顔をつけるっていうのがルールになっちゃってたから、カブト、カオン、カンタだから、うん、まあ顔絶対に頭。カンダイだね、じゃあね。まあ女の子だったら寛大っていうわけにはいかないですけど、男だったら寛大でもいいかもしれないですけど、まあ、女の子だったらどうしようかな、どうしようかな、うん、命名されるんですか、桂、うん、桂三子っていうのはどう、愛の桂三子、安田がついてるのに、うん、安田桂三子、女の子で、うん、安田圭三子は圭、ミドル、K? 安田 K 三子いや三子もいらないし、あとだから K だとだかがつかないとダメですから、宇治食べ子、宇治食べ子、かだっつってんじゃん、宇治も食べないしかだっつってんじゃん、あそうか、かをつけなきゃいけないの、かをつけてっていう風には一応してるんですよ、その流れに一応してて、うんうんうん、だから雷は雷、いやだからそれだったらまだ分かりますけど、雷なり子、いや、雷なり子にはしませんけど。今日歌子。かだって言っていいじゃん。なぜすぐはみ出すんだよ。かきよ、かき。いや、かきっていい、まあ、それ意味がね、あれだったら。焼きがき。かっだったらいいって言ってね、かだっつってんだよ、わかんねえな。かきフライ。でも、かがつけばまだいいよ、それも。いや、最初かつくやつなのよ、すぐかつかねえやつにする。いや、だいそ、まあ、いい、カンゴー、カだっつってんだろ。カンゴー、カンゴー、カンゴー、カ、ああ、世界に通用する感じで。でも、カンゴー。カンゴー、まあ、安田カンゴー。エディです。カだっつってんだよ、わかんねえやつなんだよ。一個カ言った後に、もうすぐカがめつかねえやつ。カナイっていいですか、コーナーだよ。コーナーだろ。妻出たわ。コーナーお願いします。はい、町の賢者、はい、あなたが、町の賢者となって世直し、いろんな人にアドバイスを送ってもらっています。ラジオネームブラザーフットオブスティール、かつけないと怒られそう。いや、そんなことない、名前だけですから。タレント有村愛理が自身初となる主演舞台の記者会見に出席し、舞台に関して妹の有村架純にした相談を語っていました。舞台で大きな声の出し方がわからないと妹に相談したら、腹筋を鍛えなと言ってくれたので頑張ろうと思いました。でも実際に腹筋は鍛えてないんですが、何やってんだ薄野郎。何があろうと霞様の命令絶対だろ。霞様が風邪をひいて喉を痛めたんなら、己の喉をえぐり取って差し出すのは当然だし、霞様が朝の通勤ラッシュに巻き込まれて仕事現場に遅刻しそうになったら、この世から勤労の義務と時間って概念を排除しなければならないし、霞様が険しい顔で日傘を差してりゃ、拳一つで太陽の野郎をぶっ壊しに行かなきゃならん。理解なんていらねえ。魂でうなずけ。霞様の命令も聞けず、霞の下僕になるの、なる覚悟も持たないならば、お姉ちゃんの権利を今すぐ俺に譲りやがれ。ラジオネーム三平。ハンバーガー大国アメリカのトロイ・ケイシーとかいうヒゲ面の教育者が、肛門の粘膜に日光を30秒間当てることは、一日中日光浴を行うことと同じ効果があると主張したことをきっかけに、肛門日光浴がインスタなどで流行っているらしく、科学者のジョシュア・ミラー氏が、科学的な根拠はないと前置きをしながらも、こんな見解を述べていました。手や顔よりも背中やお尻を太陽に向けた方が日光にさらされる皮膚面積が増え、ビタミン D の整合性量が増加する可能性があります。嘘つけ。
人前でケツを広げたいだけだろ。肛門に光当ててビタミン D が生まれてたまるか。そんな方法で健康になるならな、野良犬も豚もカバもイデラッキョも不死身だろ。それは美人の肛門なら命を投げ打ってでも拝みてえけどよ。松尾伴内やグレート木田優みてえな汚ねえ親父が得意満面でクソ穴を広げるの犯罪だろ。美しい女性は無罪、美しくない女性は罰金。たけし軍団みたいな野郎連中は無期懲役。日本式肛門日光浴のルールはこれで頼むわ。まあ、健康になるかどうかを言っといて、肛門に日光当てたいなとは思うね、このメール見てね。当ててみたい。気持ちよさそうだな。当てて、ね、でやってみようかなっていう。ラジオの夜嫌いの夜行性。初代堂本剛こと下田歌劇が11月25日更新のオフィシャルブログにてアイドルを分析、業界を語るようなコアなブログを綴っており、タイトルから少し気になったので内容とともに一部だけ抜粋します。合わせて少しだけ我慢をお願いいたします。タイトル SKE48 の10期生では中1の杉山アナンちゃんと小5の林美玲ちゃんが目立つな。これはアイドルの低年齢化の兆しなのか、それともじっくり仕込んで個性を輝かせようという布石なのか。10人の10期生の中心世代は16、17、18歳の高校生世代、でも12人のうち10歳と13歳がいるんだぜ。当初10人を予定していた合格者が12人になったのは、この2人の子が見せる輝きによほど稀なものがあったんじゃないかな。杉山アナンちゃんは得票順位第4位、杉山ミレイちゃんはストップ下田歌劇、しげ、ストップ。難しいな。もう我慢無理だ、言わせてくれ。お前めちゃめちゃ詳しいな。俺恥ずかしくて大きい声では言えないけどよ、 SKE48 7、8年をしてる。でもお前俺よりも何倍も詳しいぞ。しかもこの後も SKE やその他のアイドル業界についてめちゃめちゃ長く綴ってるし、めちゃめちゃお得じゃねえか。しげ、ちなみにお前の一番応援してるアイドル推しは誰だ。よかったら今度こっそり教えてくれよな。あと今後劇場で一緒にサイリウム振りながら工事しような。来月俺の推しの生誕公演あるからよろしくな。ちょっと難しかったな。ラジオネーム、パンチドランカー斉藤。モデルラブリが自身のインスタグラムを更新し、元モデルで映像作家の米倉豪太氏と結婚したことを発表。インスタのコメント欄には多くの祝福が寄せられていました。いやーめでたいなー、めでたいついでに祝辞述べさせてもらっていいですか。ただラブリだと分かりづらいので以下、ラブリを過去に弟の白浜亜嵐とデート報道があった峯岸みなみとし、映像作家の米倉氏は、マジで誰だか知らないので以下カンパニー松尾とする。峯岸みなみさん、カンパニー松尾さん、この度は結婚おめでとうございます。結婚には大事な3つの鳥があります。まず1つ目はコウノトリ。スケベなお二人のことですから、毎晩の子作りでスキンシップを取るでしょう。そんなお二人に、お二人のもとにコウノトリが飛んでくることを心から願っています。そして2つ目はマトリ。絶対に薬はダメです、絶対にダメですが、スキンシップに刺激を求めることもあるでしょう。もしも薬を使うときは慎重に、そしてマトリに十分注意しましょう。そして3つ目はハメ撮り。これはもう言わなくても分かりますね。結局結婚っていうのはハメ撮りです。ハメ撮りの毎日です。特にカンパニーさん、ハメ撮りなら任せとけって顔してますね。峯岸さんもまんざらじゃない顔してますね。そんなお二人の末永い幸せと今後のさらなるご活躍を祈りしつつ、これをもちまして私の祝辞とさせていただきます。以上でございます。Day Night Dreamer Live On Air。さ
あ、リーショーキサンデーナイトドリーム、あっという間1時間経過というところでございます。はい、もう一回お知らせですけど、キャラクター祭りやりますんで、皆さんの好きな、キャラクターを教えてください。12月15日締め切りだったかな、はい、ぐらいでございますので、ぜひお願いいたします。はい、あとメール、ラジオネームサイレント失格、安団地のガキの名前は亀頭栗太郎なんてどうでしょう。男の子にも女の子にも使える名前だと思いますけどもいや、もうカーはついてますけど、軍団だもんね。軍団、たけし軍団入ってない。違います、入ってないです。はい、あ、じゃあ亀頭くりたら無理、違うね、当然。はい、そうか、そうか、そうか、はいはい、うん、いや、みんな安田さんの子供たちはもう軍団に入ってるもんだと思ってたから入りませんよね。あ、そうなんだ。はい、入れるつもりもないですし。あ、そうなんです、はい、すいません、すいません、そうです、誤解があったみたいで。ラジオネーム、はい、論より証拠の大ライス、あ、こいつ間違えてるのかな。次に生まれてくる安田のガキの名前はカテーテル尿道にスクリュードライブ君でどうでしょう。軍団だと思ってるからみんな。まあ、蚊がつけばいいってもんじゃないから ね、 ね、軍団でもないし、みんな軍団だという前提で名前考えたからこれ申し訳ないね。あ、そうですか、うん、勘違いしてました。本名の方か、本名の方、うん、和子で意味あるんだ、和子シンプル、急に急にシンプルになったけど、うん、まあ和子でもいいと思います。蚊がつけばとりあえず、まあ頑張ってください、名前負けしないように。どうでもいいのかいこの話題。結局名前は本人の頑張りだから。まあそうですけどね、全然そんなに気にしてはいないですけど。はい、和弘っていうのはちょっとなんかでも変だねいや、そんなことないですよ別に。本当は何が良かった。いや、そんな何が良かったかな、なんだろう。勝つだよ。なんだよその言い方。一部の地域の方はこの時間締めんの。もまた来週も聞いてください。聞ける方引き続き、お相手有吉と安田でした。2019年12月1日日曜日、時刻は夜9時を回りました。この時間からお聞きの皆様、改めましてこんばんは、有吉弘行です。今月のアシスタントはデンジャラス安田です。東京半蔵門 JFN スタジオから生放送、サンデーナイトドリーマーでございます。はい、もうちょっとやっぱりドラゴンクエストウォークでね、よく歩くんですよ、うんうんうん、だから昨日もちょっと10キロぐらい前歩くんですけど簡単に、まあ、だから大体電車であんまりよくわかんない、まあ、好き勝手なところで降りるんですよ、うんうんうん、で その辺に、その周辺にある美味しいお店を自分で探して、うん、ご飯食べて、うん、でそこからちょっと遠くても歩いて帰るっていうのをやってるんですけど。へー、昨日10キロぐらい歩いたんですけど、うん、で10キロでもうちょっと家の近所まで歩いたんですけども、さすがにもう歩けなくなって電車乗ったところ福田に発見されてたんですけどそうなんだ、電車乗ってませんでしたっつって、まあでもちょっとね、やっぱ体が慣れてきたっていうか強くなってるんでしょうね。確かにあの足の力もついてますしね、うん、まあ強くはなってるんですけど痩せなくなったねそう、10キロ歩いて普通に昼飯食って、うん、太ってるもんね。じゃあもう今度筋肉ついてきたって感じだな。から、うん、全然今度痩せなくなって、逆になんかストレスになってるね。なんで10キロ歩いたら痩せねえんだよそう、ふざけんなよいやだから筋肉重いって言いますもんね。そうなんです、ね、だからついてきたんじゃないですか、うん、本当に。まあ健康第一でねやってますから。いやまあすごいですよね。やっぱり70歳ぐらいになった時ちょっとヨボヨボで手借りて歩くよりはね、やっぱ杖ついたりとか車椅子乗ったりするのもなかなか大変だから、なるべく足腰だけは強くあろうかなと思って。あ、そう、しっかり歩いてますけども。ああ、いやまあそうですよね、すごいですよね10キロ。いやさすがにでももうあれだね、冬だからインフルエンザ流行ってて風邪も流行ってたりとかして、うん、この前あのテレビつけたらノンストップ設楽さん休んでてさ、うん、あれと思って、うん、あれ設楽さんインフルかなとか思って、うん、なんだろうと思って、もう番組後半だったから説明も特にもうないじゃない、うん、ないですね。だからさ、あれなんだろうと思って、あ、じゃああれで調べようと思ってツイッター調べてさ、うん、はいはい、あのシータラシタラって調べようとしたら、うん、インフルエンザで休みとか出てくるじゃない、うん、
下って入れたらさ、うん、下着売りますっていうのが出てきた。あの予測変換で下らって入れるとして下って入れたら下着売りますっていうのがバッと予測変換出てきて、なんだこれと思って、設楽さんどころじゃないなと思って、どこだって下着売りますをちょっとクリックして、はいはい、見てみた、はい、さあ下着売りますっていうタイムラインがうわーって言うんだけど、おうもうおいや俺なんかが言うと嘘だと思われるかもしれないけど、ちょっとおぞましいレベルだね。何それ、もう本当の昔のブルセラ状態みたいな感じ。あ、それ本当なんだ。汚れた下着売りますってこと。汚れた下着3日履いたんですけど、4000円で買ってくれませんか、これ履きました、これ汚いパンツ買ってくれませんか、これ買ってくれませんかって、ずらーっと、びっくりした俺。全然知らなかった。ゾッとはしないけど驚いた。ああこういう、いやこんな、なんてツイッターなんてそれはもう公っちゃ公じゃない、そんなの誰でも見れるし、まさに設楽さんのことを調べようとして敷いたって入れただけでわっと出てくるんだから、いやそこすごいなと。いやそれまあ問題があるのかないのか知らないけどさ、まあね、でもなんかどうなんだから、そうあだからそのほらだからこの前あったでしょ、小学生が連れ去られた誘拐だとかいうのもさ、はい、あれなんか小学生の方がね、なんかとか高校生が私ちょっとしんどいから誰か私と一緒に逃げてくださいみたいなメールもあったりするとか言うじゃない、だからああいうやり取りがいっぱいあるんだなと思ってね、本当俺は知らないところでびっくりしたよ。だからって言ってあんまり調べないわよ、下着売りますいや結構もうゾッとするレベルだよでも今聞いたら一回はちょっと調べて、まあ、一回は見てもあれだけど、ま、マジでちょっともうゾッとするようなレベル。ああそう、うん、相当のマニアじゃないと無理だなっていう感じ。それってでも取り締まれないんですか、まあ、取り締まれも何もないんじゃない、別にその、あ、そうなんだ、商売でやってるんだとしたらああいうのは多分俺ブルセラショップやろうかなと思ったことあるからあれだけど、あんのかよ、古物商の免許が行ったりとかねあ、そう、そういうのがいるけどねお店出して多分営業しようと思ったらそうだろうけど、多分だから個人の売買とかだったらそんなに別に問題はないんじゃない、問題はないんだ、だからそっから問題に発生することはあるけどね、受け取りでじゃあどっかで会おうよとか、じゃあ、ホテル行ってじゃあ生で脱いでよとかいう、昔もそうだったじゃないブルセラの時、そっから援助交際が生まれたりとかするっていう問題とか危険性はあるかもしれないけど、そのただ単純に下着のやり取りはそうなんじゃない、あ、そうなんですか、でもやっぱり実際に会わないと逆に怖いって思うんじゃない、買う方もだってそんなのだっておじさんがしょんべんつけてるだけかもしれないじゃんって思うもんね、だって買う方もね、確かにそうですね、おじさんのうんこ嗅いでんの嫌だよってなるだろうし、いやまあそう、まあ、うん、といってパーケンみたいにねどっか泥棒入ると捕まっちゃうし、パーケンだ新妻みたいにどっか入っちゃうと捕まっちゃうしねああ新妻ね、あーパーケンってほらまあね、あキングオブコメディのパーケン、ああはいはい、そうだ、いやまあそういう意味でそういう欲持って泥棒でも入ろうかなと思ってる人にとってはね、ああそっか、一つだろうけど、そっちの方がいい、いや怖い世界があるなと思ってさ、よくバイトとかでもあるって言うじゃない、闇のバイト、闇のバイト、闇のバイト、あれこの前もなんか調べてた時たまたま出たんだよ、だって、うん、受け子募集って言ってさ、いわゆるあのオレオレ詐欺のさ、うん、ああいう詐欺の受け子いるでしょ、お金を受け取ったりする人、いるいる、うん、ツイッターとかでも受け子募集ですっていうの普通に見つけるしさ、あそうなの、そうだ、だからさ、いや怖いねと思って、だからうまく使えば楽しいもんだけどやっぱ怖いなと思ったしね、うん、あまああんまり調べないで、シーターでも結局お前結局俺設楽さんがなんで休んでたのか分かってねえんだよSend us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.jp/dreamer. Sunday Night Dreamer.
今なんか山川が調べてて、はい、仕立てて、それ見て爆笑してんだけど。何私のもあったってこと？いや、そんなことじゃない。びっくりしたんだろ。汚いだろ。いや、俺もそう思うんだよな、なんか。汚いの？なんかね、うん、もう俺、特別に汚してんのよ。もうその方が多分人気あるのかな、なんかその知らないで、ね。履いてれば履いてればいいっていうようなレベルなのか知らないけど、もうとにかく汚いの。そうなんだ。うん、笑っちゃうけどね、笑っちゃうけどね。設楽さんは結局なんで休んでたんだ本当に。なんかいや確かあれですよ、ロケじゃないですか。ロケでどっか海外行ってるってこと？あのノンストップって確か正月かなんかロケのやつあるから。流すから。ああそれで行ってんだ。それ用じゃないですか。あなんだそうなんだ。うん、そうと思う。でもまあ設楽さんのおかげでまあいろいろと世のね世の俺自分の今まで知らなかった世界を覗けましたね。そうですね。ラジオのショッピーおやすだ。安田さんね。お前ツイッターでな。うん、茹で汁売りますってつぶやけば大儲けできるぞ。やりませんよ、やりません。しつこいな、本当に。茹でって、誰か入れてます。茹で太郎調べないといけないもんね。茹で太郎どこにあったっけ、茹で汁売りますってなる。あのさ、あなたたちがさ、しつこく言うでしょ、うん、で、私もね、あんまりやらないんですけど、うん、安田とかで検索するんですよ。エゴサーチってやつ。エゴサーチで、うんうん。安田でスペースするとね、ほうれん草が2位ぐらいで出てくるんですよ。もうやめてくださいよ、もう。ポパイ並みじゃん。ポパイ並みじゃないんで。ポパイ、ほうれん草。すごいわ。安田、ほうれん草。いいんで。へえじゃねえよ。いいもん。上がるっていい？はい、お願いします。はい。私、有吉のテンションが上がるメールを募集しております。はい。ラジオネーム、インドカレー。篠山紀信のアシスタントになった俺。篠山の厳しい指導に何とか耐えながらカメラマンとしての腕を上げていたある日、スケジュールにヌード撮影と書いてあるのを発見。このために篠山のアシスタントになったのだと胸を高ぶらせながら迎えた撮影当日、股間をパッパンに勃起させながら待っていると始まったのは篠山紀信のヌード撮影。全く求めていなかった78歳男性のヌードに急激に萎えゆく俺の股間、急な血流の変化に薄れゆく意識の中、いや意外といいチンチンしてんなと心の中でツッコミを入れつつ、ちょっとだけ勃起しながら昏睡した。なんで勃起するんだよ篠山紀信の裸で。AV 撮影の現場ね、ちょっとだけ覗かせてもらったことが昔ロケかなんかであるけど、やっぱり、うん、うわーっと興奮しなかったね。うわー怖いって思ったね。ああ、そうですか。ああ、なんかやっぱり、その独特な空気感というかね、やっぱり、そこにやっぱり、そこに目の前にセックスがあるんだと思うと、不思議な感覚で、うわー興奮しなかったね、あれね。見たいなと思わなかったね、やっぱり。ラジオのデリケート夫人、デリケート原人。隣町のコンビニで橋本環奈が働いているという情報を得た俺、コンビニに到着すると店内は環奈ちゃん目当ての客でごった返していた。69番のタバコちょうだい、あいフランクフルトちょうだいとセクハラまがいの注文をする客を尻目に、俺は缶ビールのみ購入して帰宅。帰宅後俺は口に含んだビールを股間に吹きつけ、お釣りの千円札をチンコに巻き、めちゃめちゃしこりたい。やばいね。ラジオネーム三平。個人経営の小さなスーパーでこんにゃくを手に取って吟味していると、店員の吉田洋さんが耳元で、しこるの？それとも食べるの？と聞いてきたので、正直に、ああ、一回しこってから食べますと答えたところ、目を丸くした陽さんに、しこった後のこんにゃくは食べちゃダメ、半額にしてあげるから二つ買いなさいとそそのかされて、80円のこんにゃくを二つ持ってレジへ向かい、事情を知らないおっさん店員に、はい二つで176円ねと普通の金額を提示され、何も言えずに176円しゃあ痛い。分かんねえだろ。上がるか。いいね、男らしいね。一回しこってから食べます。
あの、金の斧、銀の斧みたいな話だね。そうですね。これあげとこう。パン、ラジオネーム、逆立ちカポエラ。ションベンの定額飲み放題というサブスクリプションサービスを発見した俺。月額1億円と高額であったが、30年ローンを組んでサービス登録をすることができた。俺は早速杉咲花ちゃんの元へ行き、あ、ションベンの定額飲み放題サービス登録しているもんですが、ションベンもらえますかと尋める。すると杉咲花ちゃんは、あ、私のおしっこは月額5億円のプレミア会員限定ですと丁寧に断られてしまう。俺は森久美子のほんのり甘い小便を飲みながら、150年ローンが組めないか銀行と相談した。森久美さん飲むなよ。相当悪いね、そのオプション。ちゃんと見ないと ね、そのプランを。そうですよね。1億円なのにね、1億円で森久美さんのやつ飲んでる。ちょっとね、ラジオネーム、帰ってきたドミンゴ。アナルに入れるまで帰れまてんに出演した俺。本日の舞台は山田電機。穴入れ担当の俺は早速パンツをずり下ろし、アナルをかっぴらいて待機。ゲストのマヤミキさんが、これなんていいんじゃない、10位狙いでと言いながら店内から特大の冷蔵庫を持ってきたので、俺は、いや、ミキさん、さすがに冷蔵庫早すぎますってと突っ込むも、ミキさんは、いや、10位狙いでと念をしてきたので、俺は意を決して冷蔵庫をアナルに入れ、そしてスタジオ内にナレーションの声が響き渡る。特大冷蔵庫の順位は、第189位。驚愕の順位にうなだれた反動で、俺のアナルは張り裂け、生死をさまようタイミングで、ミキさんにうまく番宣をこなしてほしい。うるせえ。無理だろ、冷蔵庫入れるっていうのも。鼻から、お前ドラえもんのポケットじゃねえんだから。もうちょっと入りやすいのなかったか。ラジオネーム、カニ太郎でござる。ディルドの袋詰め放題をしている浜辺美波ちゃんを発見した俺。美波ちゃんに選んでほしい俺は、ディルドに紛れてチンコをむき出しにしておく。すると美波ちゃんは、おい、ディルドに紛れてガキの 小指が紛れてるぞここの管理者どうやってんだ気悪いな。とブチギレして管理者を呼び出して説教しだした。俺は、いや、子供の小指ではなくてですね、浜辺美波ちゃんにディルドとしてもらってほしくてですね、と言い訳をしながら、業務営業妨害として警察に連行されたい。されたいって何なんだよ。じゃあ、日記も言っておきましょうかね。はい、皆さんの日記を盗み見してます。ラジオネーム、キャットファイター。掃除をしたらくしゃみが止まらない。掃除しなきゃよかった。ホコリが舞うからな、そのパターンあるね。めちゃめちゃ、まあ分からないではないね。掃除は誰がしてんの？子供たちにさせてんの？いや、あの、奥さんがしてくれてますね、大体は。はい。まあ、エアコンとか、空気清浄機とか、そういうやつは僕はやりますけど。なんでだよ。何かおかしいですか？いや、子供たちにやらせるでしょ。いや、まだちょっと、まあ、手伝いはね、してくれるけどね。働かざる者食うべからず。でもほら、6歳、4歳、6ヶ月だから、それはなかなか難しいでしょ。いや、もう、させなきゃダメよ、そんなの。いや、だから、やってもらってますよ。お手伝いはしてもらってますよ。だから、メインでやっていかないと。網戸表したり。そんな本格的なやつ？うん。でも、靴は自分で洗った。当たり前だろ、てめえの靴だろ。ラジオネーム、サイン Z。厳しいんだよ。液体歯磨きを買ったけど、とにかく辛い。辛すぎるので、使った後に、ファンタをガブ飲みしてる。だなぁ。やめん、変えた方がいいよ。あげるよ。パン！ラジオネーム、三平。コインランドリーで、古着のセーターを洗ったら、軍手くらいのサイズになった。コーヒーの
空き缶にかぶせてみたら可愛かったので洗濯機の上に飾った。偉いじゃないあげよう。パンなるよね、セーター小さくなるよね。もういいかと思ってね、まあ、一か八か洗ってみようと思ったら案の定小さくなるっていうパターンね。ありますね。ラジオネームタッパのいいタッパー。生まれて初めてアヒージョを食べた。猫舌の俺には無理だった。ピンサロ行けばよかった。アヒージョね、油の中な、油熱々の油に使ってるやつな。ラジオネームショッピー。壁に陰毛がくっついていると思ったら足の細い蜘蛛だった。まず蜘蛛だと思わないの。陰毛ついたんだ最初は。蜘蛛ね。ラジオネーム豆腐小僧。コロッケが1個30円で売っていたので15個買ったけど4個しか食べられなかった。無駄遣いしちゃったな。劣等しときゃもう。そう。しょうもないんだよ、お前らの日常は。ラジオネーム、夜嫌いの夜行性。最寄り駅の近辺から、百均と本屋がなくなった。もはやこの街は、焼け野原同然。本屋はなくなるよね、今時ね。もう少ないよね。街探して本屋ないもんね、なかなかね。確かにね。ラジオネーム、デボンキ。財布が風俗の早朝割引クーポンでパンパンになってる。マジ捨てたい。捨てろ、今、今日。以上です。Stay Night Dreamer Live on air Sunday Night Dreamer。さあ今日のメールテーマはね、美味しい食べ物の話、はい、ということで募集しております、うん。ラジオネームゴモラ。和歌山県ではこれからの時期クエが美味しいです。クエは火に通すと油の甘みが深まるためクエ鍋なんて絶品です。噛んだ瞬間旨味が口の中にいっぱい広がり最高の気持ちになれます。僕は貧乏なので食べたことはないですが、ぜひ和歌山県まで食べに来てください。いや、まあな、食べ、まあいいよ別にそれでもな、伝えたかったんだな。ありがとうな。俺は食ったことあるけどな。和歌山ね、まああっちの方なんだな。うん、九州なんかもね、有名。言いますよね。クエ鍋って。大丈夫な。唐沢貴弘 FM コーチ。観光で琵琶湖に行った際、近くの飲食店でブラックバスのコロッケが売られていて、買って食べました。淡白であっさりした味で食べやすくて美味しかったです。絶賛だな。あんなもん結構汚いところに住んでるからちょっと臭かったりするよね。そうですね、淡水魚 ね、その魚自体はあれなんだけど水が汚いからね、ちょっと、うん、なんかあるよね、芦ノ湖とかあっちの方ブラックバス釣れるような名所行ったら、まあどこでも釣れるけどね、ブラックバス、ね、今はいっぱい釣れます。なんかトラウトだっけ、トラウト、あ、トラウトも、うん、はい、ね、どうする、ニジマスでしょ、ニジマスか、ニジマス、なんかブラックバスとかもたまに売ってるよね、だから、いやだからそのブラックバスも食べれるっていう話はよくしますけど、まああんま好んでね、ブラック、まあね、害獣だからね、こんなもんなんか食べた方がいいけどね、でもなんか臭いんだよねちょっとね、やっぱりね、そうそうそう、結局は難しいんだよ ね、 そうですね。ラジオネーム非常勤パンダ FM 北海道。やっぱり大間のマグロがめちゃくちゃ美味しいです。毎年知り合いのマグロ漁師からお歳暮でもらうんですが、赤身ですら中トロみたいな脂の乗りがあって最高です。赤身が中トロみたいな脂に乗ってたら嫌だよ、さっぱり食いてんだ赤身。何でも脂だって、もう和牛和牛だって、脂脂脂ね、あーもうさっぱりしたやつ食いたいんだから、赤身が、赤身に脂乗せてどうすんだよバカお前。オーマー、オーマーっつってお前。で、
でも、まあ、ブランドの名前つけてもう乱獲してたらいなくなるぞお前。毎年大間のマグロ漁師の話見てるけど毎年漁獲量下がってるぞお前。大間だ大間だってありがたく食べてるから。もういっぱい取るなよお前。そうそう、マグロはねあんまり取ってるからっていうことらしいですよね。食べ過ぎ。僕も見ました、テレビで見ました、はい、それ。ラジオネーム来世は朝顔 FM 三重。最近美味しいと言われているものは柔らかくてとろけるが主流なので、うん、月に2回は噛み応えのある顎が疲れるぐらいのものを食べたくなります。そんな時に僕が食べるのは安いオージービーフの肩ロースのステーキ肉を塩コショウしてシンプルに焼き、ただただ噛み続けてガムのように食べています。味に飽きたらマヨネーズをつけ、よりジャンク感を味わっています。飽きるかな、飽きないね。何十キロ食ってんのか知らねえけど。まあそうですね、確かに1キロや2キロじゃ別に飽きないよ。味に飽きたらマヨネーズ、バカじゃないの。飽きんなよお前、肉食ってんだろ。血の味感じるんだ肉なんて、お前血を食ってんだあんなのは。お前生き物の血をありがたく飲ましていただいてんのよ肉なんて。何マヨネーズつけてんだよバカ。そこまで言われると思ってなかったでしょ。曲言ってください。情緒が、エゴラッピンでキャプチャー。 Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage www.jfn.je/dreamer。さあ東京半蔵門 JFN スタジオから有吉弘行とエンジェルス安田がお送りしております。続いては、よかったぞ、もしあなたが〇〇だったら世の中はどうなっていたのか、そうじゃなくてよかったぞというメールを送ってもらっております。はい。ラジオネームメイドメーカー。俺が腹話術師じゃなくてよかったぞ。俺が腹話術師だったらな、ピンサロで射精して店から出た後部屋に行くって声が響くからな。なんだよ。遅れるってこと？そういうことですよね。そうだね。いわゆる一国道方式ってことね。はいはい、遅れてっていう。ラジオネーム一国道さんはまあ当然すごいじゃない？うん、あの人って、はい、本当に化け物じゃん。うん、あの人ぐらいすごい人いるのかな。まあその後から追いかけて迫るような勢いで技術盗んで、あんまりまだ見ないね。腹話術はないですよ。結構手品師とかほらね、どんどん出てくるじゃないですか。すごい人、マリックの後どんどん出てくるじゃないですか。はい、腹話術師ってまだそこまであれなのかな。まあでも技術上がってるだろうね、総じてね。いやそうでしょうね。あの人のね、やっぱ模倣から入るから。多分。あれ？怖いかな。あくべていませんか。いますよね。いませんか。普通に口動いてますけど。いますよね。普通に口が動いてる。声が遅れてないですけど。遅れてないです。いませんか。いません。いません。いません。よかったですよね。はい、よかったです。ラジオネーム。何これ。ハリケーンミキサブロ、はい。俺が聖火ランナーじゃなくてよかったぞ。俺が聖火ランナーだったらな、いきなり火を渡されても危ないからしょんべんかけて消してたぞ。出たね。消えんのかな。結構あれ強いんだよね、あれね。ガス出てる、ガス出てるからね。はいはいはい、お前のしょんべんぐらいじゃ無理かもな。お前の細いしょんべんじゃ無理じゃねえか。成果消すのは。しょんべんがお前蒸発して終わりよ。お前のしょんべんじゃ。ふっといしょんべんじゃないと。ラジオネームおまっとさんでした。何を言われてんだって話です。俺がシャイニングのジャック・ニコルさんじゃなくてよかったぞ。もしシャイニングのジャック・ニコルさんだったらな、風俗嬢の股の間から顔を出してな、そのまましょんべんしてもらってたわ。あの特徴的な表紙のやつね。ラジオネーム三平。俺が高橋名人じゃなくてよかったぞ。俺が高橋だったらな、鏡に映った自分があんまりにも金玉に似すぎていることを気にしてな、
胃に16個くらい穴開いてたからな。よかったな。ネジじゃなくて。めちゃめちゃ言い訳すんのよ。なんかゲームの番組で北海道ロケ来てくれて、はい、連射ね、1秒間に16回連射してた高橋名人、はい、いざやってもらったら、10回ぐらいだったよ、ね。そうなんだ。さあ、なんかちょっとなんか床がなんかベトツベトしてダメだなぁ。結構、笑えばいいじゃん。はい、わもう年かなぁって言えば、なんか床がベトツ。結構潔良くないんだよ。面白いね。それはそれでね、面白いですけど、うん、ラジオネームおまっとさんでした。俺が格闘家の所秀夫じゃなくてよかったぞ。もし所秀夫だったら異名がな、戦わない無職になってたわ。戦うフリーターって呼ばれてたからね。まあそんな所秀夫さんも今やね、もうちゃんとジム経営されてて、もう立派な方ですよ。あ、そうですか、ね。ラジオネーム高速進化。俺がエイリアンじゃなくてよかったぞ。俺がエイリアンだったらな、新しい環境に疲れてずっと寝てたぞ。そう。エイリアンな。この前そういやエクスペンダブルズ見てたんですよ、うん、つまんないね。相変わらず。そんなことでしょ。あれはいくつまで続いたんですか。3ぐらいまでやったんですか。なんかすげえ俺あれなんかさあれ見てたんですよ、凶悪とかさ、アマゾンプライムでまた、あの怖い映画、実話を元にしたみたいなやつ、凶悪見てたら次にあれが出てくんだよね、やっぱりあの悪人とかさ、あの日本で一番悪い奴らとかね、そのちょっとドキュメンタリーじゃないけど大元にした、あの結構クソみたいな犯罪者の話ばっかり関連動画で出てくんだけどさ、ほとんど滝さん出てるね。そう、悪い役で、まあ、ピエール滝さん出てるで、うまいわ、いい、ね、うん、で怖いわ、ああ、それいっぱいやってるはずだなと思って。いや、そんなことつながんないですけどね。それはそれですけど、面白くねえと思ってね。ラジオネーム代打俺がケンシロウじゃなくてよかったぞ。俺がケンシロウだったらあったってイントネーション上げるんじゃなくて、あったって下げてたところだわ。どっちでもいいけどな。あった。でもあったも怖いよね。あーね、あった。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 まあどっちもいいんじゃない、うん、どっちがいいかな、俺だったら。あった。ちょっとやっぱ神明のことがあるか、俺に来たらそっちでやるかもな、でも。あった。下の方で、うん、下の方ですか。カメハメハーって言われた、うん、ドラゴンボールの、はいはい、あれもだから自分に来たら言い方変えないとね。だってモノマネになっちゃうもんね。新しいドラゴンボール作りたいんですって言われて、いやそれは山田隆夫さん亡くなったから栗田貫一さんにやって、はいはいはい、あの感じでやってくださいって言ったらそれはモノマネするんだけど、まあ、そうですね、そういう依頼だったらオイラルパン三世ってやるのちょっとやっぱりでも嫌だもんね。ああ、さあやっぱ私はルパンですってキャラ全然違うけど勝負してみないとね。まあまあでもそうですね、私がルパン三世です。ああ、もしかしたら来週やるやつそういうキャラになってんのかな。ああ、映画公開のやつ、あれ誰がやるの。これ分かんない。そういえばあれ栗田貫一さんじゃないの。いや多分 CG のやつだから多分違うかもしれない。違うのか。いや分かんないけど、ね、全然。ああ、ちょっと残すってむずいよね、うん、でもね。それ残し。でもまあ。オイラーまで、オイラーって言っちゃったら、またルパンって言うしかないもんね。っちゃうんですけどね。むずいよね、あれね。確かに。でもまあ、小栗旬とかも、でも実写版でやってたもんね。やりましたね。でもあんなにはなかったもんね。でもオイラじゃなかったでしょ。オイラは言ってたけど、オイラルパンとは言ってないもんね。まあ、そこまでオイラルパン三世だぐらいの感じでしょ。ああ、そうか。多分。そうですね、確か。あ、やっぱり CG もやっぱそうなんだ。来週公開のやつも栗田君ですよ。だからそれはそうなんだよ。そうなんですか。声は。ルパン
峰富士子、うん、まあまああれ誰がやるんだろうね。あれも声優さんかじゃ一緒か、まあ、じゃないですか、ね、あれじゃないんだね。うん、藤原紀香じゃないんだね。藤原紀香じゃないと思いますね。和製ね。ラジオネームハリケーン三木三郎、はい、俺がラッパーじゃなくてよかったぞ。俺がラッパーだったら相手の悪口に失禁脱粉大号泣で会場すごい空気になってたぞ。めちゃめちゃビビってるじゃん。すごいね。やっぱりあれかね、ニューエラーのキャップあるじゃん、野球帽。はいはい。あれシール貼ってないとダメかね。ああ、若い人。まあ、黒人カルチャーの中ではあれが、まあ当然シール貼ってないと本物だっていう証明でね、うん、っていうことは知ってんだけど、うん、日本人もなんかみんな結構シール貼ったまま。貼ったままですよね、もうね。そういうもんなのかね。ああいうのはまあ、おしゃれだからね。理屈じゃないからさ。うん、まあ、それがいいって言ったらいいらしいですね。うん、俺、速攻剥がすけどね。何があっても剥がす。ああ、そうですか。ユニクロの L、L、L、L って書いたシールも速攻剥がす。まあ、あれは剥がすもんですけどね。あれは剥がすもんなんですけど。あれは付けられると逆にお客様待ってなっちゃうんで。カルチャーな。いや、カルチャーじゃない。お客様それは剥がすものでございますので。あ、そう。なりますから。ニューエルのあれ、剥がさないんだみたいな。一番最初の時剥がしてませんでしたね。なんかね。でもなんかみんなもう若い人はほら。そうそうそう。とか、おしゃれ好きな人はね、おしゃれ好きかどうかわかんない。今やもう模倣してるだけだけどさ、剥がさない人多かったよね、結構ね。俺すぐ剥がすね、あんなの。かっこ悪い。まあね。まあ私も、まあ、私は、うん。持ってねえだろお前。生皮剥いちゃうから。いや、あい生皮剥がしてやろうか。お生皮、ああその面の生皮剥がしてやろうか。さあ、ブレイクします。何しよう悪いじゃん、ブレイク。Stay Night Dreamer Live on air Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage.www.jfn.jp/dreamer Sunday Night Dreamer。 さあちょっとメール来ております、はい、ラジオネームそば茶 FM 青森、安田和弘、スペース5で検索をかけたら、うん、ゴミと出るかと思いきや安田和弘ゴルフと出てきました。Google は壊れてしまったんだ。いや、全然面白くないんだ。報告するなよ、俺らも。ラジオネーム、東北自動車道、はい、FM 三重、はい。試しにツイッターで、うん、安田、売りますで検索したら、うん、乗らなくなったので、マーク X 売りますという人を見つけました。意図して探しすぎだよ。安の段階でなんか出てこない。そうですよね。そういう意味で、うん、下もそうですもんね。うん、下で出てきたんだっていう話ね。そうですよね。安田和弘5まで打ったらもうそれ、お前のもう希望じゃんほとんど。安田さんがいるんで、まあ、今月どれぐらいコーナーやっていくのかどうかちょっとまだ未定なところはありますけど、安田さんいますので、はい、一応女子のコーナーも募集してますんで、またですか、安田さんに本当に女の子のことを教えてあげてください。全然知りません。勉強する気もないのか、本当にどういう面の皮下げて、本当にそんなことない。この話聞いてるのか知ってますから、いくら話しても勉強してこないバカ野郎ですけどもね。知ってますから、もう女子は。続いては短歌いきましょう。はい、五七五七七ですね。ラジオネームデボンキ。道端に使い捨ての天があり、五分考えやむなく立ち去る。いや、そりゃそう、考えるかね、五分。使い捨てでしょ、もう捨てたんでしょ、使ったやつでしょ。5分は長いなぁ。2秒だな。うん、いらんよなってなるでしょ。確認ね、うんうん。まあ当然いらないなっていう。ね、ラジオネーム、カニ太郎でござる、うん。考えず、黙って深く
うなずいて、アナルを見せて、指入れてもらう。ああ、風俗かな、病院かな。病院じゃないよね。風俗か。初めてなんだな。初めてのアナルってことだな。うん、初めてのアナル、どんな気分だったかな。なんか、うん、なんか、ああ、こんなもんか、って感じだったな。女子かよ。処女捨てた時の、処女捨てた時の感想だもんね。そ女子のね。ラジオネーム、チーズ撲滅派、はい。金玉に、聴診器当て、しこったら、ドクドク聞こえ、セルフ 4DX。自分でってことだよね。そっか。そんな楽しいかな。やってみてないから何とも言えないですけど、ね。あんまり聴診器買おうと思わないよね。自分で聞こうとも思わないしね、あんまりね。その女性の下腹部の音聞いたところで、男の下腹部の音と変わんないだろうし、どうせ。音的には。まあ、女性のアナルに聴診器をずーっと2時間ぐらい当ててて、おならが、ふって出るのを聞いてみたいかもな、聴診器で。よだれ出して言うことじゃないよね。すいません、よだれ垂らして喋ることではないですよ。聞いてみたいなっつって。口元が緩んじゃった。アナルと一緒で口元も緩んじゃった。いや、またやってるよ。よだれ垂れてんじゃんか、また。人前でもうこの、アナルに聴診器当てた時のおならの音やらないようにしよう、テレビじゃ。そうですよ。ね。それはそうですよ。よだれ出ちゃう。やめた方がいいですよ。よだれ出んだから、絶対に。まあ、鳥でも来たら大変だ。いや、取り締まらないけど、そんなのでは。ラジオの名探偵ラブレス。風俗で、好みがどうとか言うけれど、俺からしたら全員好み。まあこれはカッコつけてるね。博愛主義のふりしてるだけだね。博愛主義者のふりした差別主義者だね。悪質だね。今すぐもう日本から出てってほしいね。すごい言われようだね。ラジオネーム、ハリケーン三木三郎。髪の毛が抜ける夢見て目が覚めた。抜ける毛などは、とうにないのに。本当の歌人じゃん、こんなの。本当の、もうね、新聞の人じゃん。本当ですよね。うん。朝日新聞とか出てそう。そうそうそう。ぐらいの感じ。うん、まあ、たまにあげとくか、じゃあ。パン、ラジオネーム、ナスミソニア。我が祈祷、冷え込む朝に皮かむる。ピンクのつぼみはただ春を待つ。冷え込む朝にだけみたいな言い方するなよ。お前の花は咲かないよ。恥ずかしい。まねするな、お前。本当に。ラジオネーム、玉梨ペンタロウ。ポコチンに、真珠を入れる男たち。少し軽蔑、少し尊敬。こんな入れてんのまで、肩着でいるの、こんなの。刑務所で暇だから入れてんの、あの人たちね。基本的にあんなの。あんなんで喜ぶ女いないって言うけどね。そうなんだ。気持ち悪いな。真珠入れてんだってよ。ラジオネーム代打俺。打たせ湯に拳打ち込み水風呂で蹴りの練習男を磨く。本当に子供だな。以上です。Stay Night Dreamer Live on air。
さあ、有吉弘行サンデーナイトドリーマー、そろそろお別れの時間でございます。今日はね、ラジオネーム三平のね、スーパーで正直にね、こんにゃく買った時に一回しこってから食べますと男らしく答えたやつですね。これ若月さんグッズ差し上げておきます。ありがとうございます。メール12月始まったばっかりですからね、まだまだ先ありますけど、あのキャラクター祭りのね、はい、あの好きなキャラクターの、あのメール送っといてくださいね。助かりますんでお願いいたします。はい、ラジオネーム東北自動車道 FM 三重、安田の人生ゲームは、うんこ踏む、殺される、地獄に行く、舌を抜かれる、子供が笑顔みたいな感じですよね。ざまみろですね。違います、違います、ざまみろじゃないです。ラジオネーム別れ際ちょっとムキになる FM 岩手、おやすだ。え、そう、3だよ。ビニール袋の茹で汁は石油の出汁が出てうまいからな、騙されたと思ってやっていな。茹で汁が好きなわけじゃないんだよ俺は。あれ噛んでるだけだもんね。何噛んでるの好きよね、ビニールね。ビニール噛んでるの好き。ラジオネーム、ビニールガチガチ噛んで固めるバイトしてるでしょ。やったことないんですよ。どういうバイトあれ。じゃあバイトじゃなくて、まずビニールをガチガチ噛むって何ですか。どういうバイトなんですかね。じゃなんか燃料で。やったことない。燃料ですか。聞こえません俺の声。やったことないって言ってます。石油だからってこと。やってないって言ってるじゃないですか。まずそのバイトじゃなくてやったことがないんですよ。ビニールコンビニの袋ガーッと噛んで小さいペッ、あのカプセルの薬みたいにしてるもんね、あれ。あ、何のバイト。なるんですかそうやって噛むと。やってみましょうか、ちょっと試しに。いや、いいです、いいですよ、別に。そう、仕事だろう。いやいや、仕事じゃないですよ、やってみてないから。やってみたらそうなるのかもしれないから。カプセルって、ね、お前がな。ラジオネームフンボルトペンギン、はい、FM 新潟、貝原雄山さん。僕のおばあちゃんが握ったおにぎりの味どうですか。ゴミの味がする。もう二度と出てきてほしくない。二度と出てきてほしくない。声が高まって。キャラクター祭りで出てきちゃうよ。これやばいよ、これ貝原雄山さん。12月、まあなんかいろいろ、なんかね、特別な企画でもあるかなと思いますけども、はい、どうやら大した企画もなさそうですか。まあ年末ですから、はい、いろんなタレントさんも年末は忙しい、稼ぎ時ですからね、はい、あんまりお呼びするのも迷惑になりますんで、はい、なるべく遠慮したいと思いますんで、ね、多分安田と、安田さんとね、安田と、安田さんと、貝原雄山こと、私、有吉で。お送りして、まあラストが12月の29かな、29ですね。だいぶもう差し迫ったところです、ね、まあ12月もどうぞお付き合いください。お相手は有吉弘行と、元気です安田でした。また来週お会いしましょう。さよなら。